はい今回はですね非常に多くなってしまいがちな音楽素材サンプリング CD の素材だったりとかを非常にですね効率的に管理することができるこちらフリーソフトミュータントを紹介していきたいと思いますまずこのソフトのダウンロードはこのボタンを押して一番下に下がりますここにですねお使いのメールアドレスを入力してくださいその後に MacWindows ご使用の環境に合わせたものをクリックしてダウンロードを開始します ダウンロードが終わりましたら、このようにですね、ZIP ファイル形式で圧縮されています。解凍した後のこのフォルダをですね、アプリケーションフォルダにドラッグドロップします。またですね、この手順は Windows も同様となりますので、解凍したフォルダごとですね、任意の場所に移動していただくといった形となります。そして今、アプリケーションフォルダに移動しました、こちら Mutant のフォルダを開きまして、この中のですね、ソフトをダブルクリックすることで起動が行われます。ソフトを立ち上げますと、このようなダイアログが出てきます。 ここからですね、使用言語を変更することもできます。今はですね、日本語、ジャパニーズで進めていきます。次にですね、このようなダイアログが出てきます。ミュータントでですね、扱う楽曲ファイルをどこに保存するのかというものなんですけども、このあたりは起動ディスクの他にですね、容量に余裕があるハードディスクをご選択いただけたらと思います。今はですね、外付けハードディスクの中に、ミュータントというフォルダを作って、この中に保存するように進めます。これでですね、ミュータントの使用準備が完了となります。 このようにですね、ミュータントが開きましたら、早速ですね、オーディオの素材を読み込んでみたいと思います。で、その方法も非常に簡単で、例えばですね、今こちらベース3つのファイルを用意しています。これをですね、1つでもいいですし、複数このように選択して、このミュータントというフォルダー、ここにですね、ドラッグドロップします。そうしますと、このようにですね、サンプルの素材が読み込まれるという形になっています。そして先ほど設定の際にですね、フォルダーを指定しましたけども、それがですね、こちらになります。 ミュータントというフォルダですね。このようにですね、追加したものは自動的にですね、設定したフォルダにコピーされるという形になりますので、ミュータントに入れた後はですね、元ファイルの方を移動したりとか削除してしまって大丈夫です。これがですね、素材を一つ一つ読み込む方法なんですけども、フォルダをですね、指定してもう丸ごと読んでしまうということもできます。こちらですね、一番左下にこのようなアイコンあります。こちらをクリックします。 そうしますと、このように読み込みたいフォルダが効いてきますので、それを選択してオープンをします。そうしますと、今ですね、サンプリング CD というフォルダ、こちらになりますけども、この中に入っているサンプルがこんな感じで読み込まれました。このようにですね、フォルダの形式を保ったまま読み込むことができますので,で、もうご自身でですね、すでにサンプル素材分けているといった方は、このフォルダ追加の方が早いかもしれません。 ここでですね、一つ注意点がありまして、この方法でフォルダを追加した場合は、ミュータントフォルダにはコピーされません。よってですね、指定したフォルダの場所を変えたりとか、削除してしまった場合はですね、こちらに反映されなくなってしまうといった点にご注意ください。そして読み込みにはですね、もう一つ注意点がありまして、今ですね、こちらサンプリング CD というフォルダを追加しましたけども、今こちら見ていただきますと、M4A というファイルがありまして、今これを確認してみますと、読み込まれていません。 このような読み込まれないファイルを追加することもできます。その方法なんですけども、上メニューの設定、そしてですね、表示設定というところに行ってください。このようなものが出てきます。で、ここのですね、拡張子とありますので、これを選択します。そうしますと、ミュータントでですね、扱うこと、読み込むことができるですね、拡張子が出ています。今ですね、この中に M4A ありませんので、表示されていないということですので、こちらプラスを押してですね、M4A を追加してみましょう。 これで OK をします。そして OK をしますね。そうしますと、このようなダイアログ出てきまして、コンテンツの更新を行えますかと。要はですね、今追加した拡張子をですね、もう一度スキャンするかということになりますので、こちらはいを押してください。そうしますと、このフォルダの配置通りですね、M4A がしっかりと追加されるという感じになっています。中にはですね、レックスファイルなんか読めないものもあるんですけども、ぜひですね、表示されない場合、一度拡張子をですね、プラスして試してみていただけたらと思います。 それではですね、実際に読み込んだ素材、再生してみたいと思います。まず読み込みたい素材のフォルダーに行きます。そして読み込みたいファイルを選択と。あとはですね、ダブと一緒です。スペースキーを押すと再生。もう一度スペースを押すと停止という形になります。このようにですね、サウンドの再生に合わせてオレンジのバーが進んでいきますので、現在再生している位置がすぐにわかります。またですね、この部分をドラッグすることでここから再生ということもできますので、長いサンプルなんかを確認するときに便利かと思います。 そして視聴ボリュームですね。今このボリューム大きい小さいというのがありましたら、この部分ボリュームフェーダーついていますので、左右にドラッグして調整していくという感じです。またこの再生ですね、ループにも対応していまして、これつけておきますと同じサンプルを何度もですね、繰り返すという感じになります。この機能はですね、ドラムキットなんかのこう単発の素材ですね、すぐに次に移動してしまうといった場合に便利かもしれません。 今ですね、このように読み込んだ素材、そんなに多くはないんですけども、どんどんですね、こちらが増えていくというイメージでお考えください。そうしたときに活躍するのが、こちら、ブックマーク機能というものになります。これはですね、名前の通り、お気に入りの素材をブックマークしておいてですね、こちらからすぐに確認できるというものになっています。この方法、非常に簡単で、素材の方、右クリックしますと、ブックマークというものがあります。このようなですね、ダイアログが表示されます。今、このまま OK を押しますと、 こちら、ブックマークのですね、第一階層に保存されます。一度やってみましょうか。OK を押します。このような形ですね。ただ、素材が多くなるということは、ブックマークも多くなってきます。ただですね、並ぶだけですと、今度はブックマークの方が探しづらくなってしまうという場合ありますので、そうした時に使えるのが、先ほどのですね、フォルダを作成というものです。このブックマークの中にですね、好きなだけフォルダを作って管理することができるというものです。例えばですね、今、エレキベースでしたので、 こんな感じですね。名前をエレキベースとします。そして OK を押します。そうしますと、今ですね、作成したフォルダが出ていまして、この中に追加した素材が表示されるという形になっています。またですね、このあたり後から変更可能ですし、先ほどのですね、こちら素材の方も共通なんですけども、好きなだけですね、フォルダを作ることができます。例としてですね、今、ブックマークのこちら第1階層にアコースティックベースを追加してみましょう。 この下部分のプラスのフォルダーアイコン、これをですね、選択しますと、こんな感じでどんどんですね、フォルダーを追加することができます。ここでですね、アコースティックベースと付けてしまって、後からこの素材をこちらにですね、移動するということもできますので、このあたり非常に柔軟性は高いかと思います。またですね、フォルダーの中にさらにフォルダーを作るということもできます。例えば、エレキベースのスラップとか、 双方別にすするなどですね、この辺りしっかり分けておきますと素早くですね目的の音源にたどり着けるかと思います今説明した内容に関してはこちらマイコンテンツも全く同じことが言えまして例えばサンプリング CD の中にもう一つですねフォルダを作りたいとか先ほど追加したですねサンプリング CD というフォルダの中にもボーカルというフォルダができるとすでにですねここは連携しているとお考えください そしてこの素材を探しやすくするといった意味ですと、このですね、右の方にかなりたくさんのですね、情報を入力することができるようになっています。もちろんですね、すべて入力しなくてはいけないという決まりはないんですけども、例えばユーザー名モでこのように追加しておいたりとか、店舗をですね、ある程度こう打ち込んでおくことによって、このですね、情報で並び替えることなんかもできますので、このあたりもですね、必要に応じて追加しておくと、より便利にですね、使用できるかと思います。この検索性といった意味ではですね、 右上に検索窓ついていますので例えばこちらにですね目的の用語を入れますとそれに関連するものが全て出てくるということもできますのでこの辺り柔軟に組み合わせて快適な操作を行っていただけたらと思いますといった形で素材管理に非常に便利なこちらミュータントを紹介させていただきましたこのようなですね素材系はやっぱり検索性というか使いやすさかなりですね重要かと思いますので是非試していただいて作業の方を快適に進めていただけたらと思います ごご視聴いいたただきありがとうございましたスリープフリークスではより多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけておりますこんな動画があると嬉しいこんな企画を開催してほしいこの商品を紹介してほしいなど皆様の貴重なご意見をお聞かせください弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますのでこちらのリンクからアクセスをお願いいたします なおプライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください今後ともよろしくお願いいたします